はい、東内です。それでは今日は、小説揺らぎについてというご法話と、それから、スティーブン・キング守護霊の霊言という、えー、まあ、揺らぎの参考霊言が開示されましたので、そのご紹介をいたします。で、えー、小説揺らぎについての方は、約2週間前の2022年、 10月17日の収録です。それからスティーブン・キングの方はこの小説が書かれる、まあおそらく直前の頃ですね。2022年10月3日に収録されたもので。開示されたのは、えー、昨日ですね。10月の29日であります。で、今回はですね、今までと違って、 でえー、今まではその小説を書かれたらあと対談をされてたんですけど今回は大川総裁お一人で出てこられてその形式での質疑応答でした司会が国領文太さんでしたですねで、えー、まずここでおっしゃったのはですね、まあ、今回の小説というのは皆さんの今まで当たり前だと思っていた世界観をぐらぐら 揺らすための小説です。ということでですね。キーワード、世界観なんですね。我々が当たり前に思っている世界観、常識の、常識観というか、こういったものがですね、本当はそうではないかもしれないという、揺らぎを与えるという目的があったようであります。で、えー、冒頭でですね、この解説の方からいきますけど、 えー、人がおっしゃったのはですね、この小説は実験小説ですと。どういう意味かというとですね、やっぱりこう、この表紙からして今までのタイプとは全然違いますよね。えー、まあ、いわいかにもホラーチックなもので。で、これをどのように受け止めるかということをですね、この様子を見るための実験小説ですと。だからみんながこれを面白いというか、あるいはもう結構というか、 ここを様子見るための実験小説であったということで、これ意味深な言葉ですよねで。もしこの内容が面白いというふうに思うんであれば、もっとさらなる奥を出していこうと思いますという言葉がありました。でもうこんなのはいらないとなったら多分もうこの先は出てこないという意味ですよね。 で、えー、まあ,あー、その実験的なものということの関連でですね、えー、このスティーブン・キングの守護霊霊言がどうやら取られたみたいなんですね。スティーブン・キングというのは、まあ、ご存知、アメリカの大人気作家ですね。もう巨匠と言っていい方で、えー、1947年生まれですから、今いくつですか もう70越しておられるんですかね。75歳ぐらいですか。えー、で、もう40年、50年近くですね、ずっと小説を書かれて、もう何十冊も書いて、映画にもたくさんなってます。何十本も映画になってて、まあ、特に有名なのは、一トという作品ですね。1986年に小説として書かれて、その後、 お何度も映画化されてます。で、スティーブン・キングの霊言の方はですね、全部で16分短くてですね、これも皆さんに楽しんでいただきたいので、あまり内容言うつもりありませんが、どうやらスティーブン・キングがですね、鏡界流字シリーズの次の、まあ、指導霊の名乗りを上げておられたみたいなんですね。で、ただし、 この自分をこの非常にワープしたこの小説をなかなか弟子たちは理解できないだろうと。だからそれでこうなんかそこに、主の元に出にくいっていう意味のことをだいぶおっしゃってまして。だから、まあその頭が柔軟でないとですね、こういったものが面白いと思えないだけれども、 世の中に大きなインパクトを与えるためには自分の力が必要だというご主張だったですね。で、まあ、あのー、応接された総裁補佐もですね、概ねその意見には賛同されていたように思えます。ただ、一つ、あの、ポイントとして、このスティーブン・キングさんが前面に出てくると、あまりにも創作が強くなりすぎて、ここがですね、 実際の霊的な世界と乖離してくると、そこはちょっと問題だということはですね、2、3回、総裁補佐の口から、あの、釘が刺されていたように思いました。大川総裁も同じような見解を持っておられるようなニュアンスの言葉があったんですね。なので、まあ、それからあ、ね、おそらく2週間ぐらいで書き上げられたこの作品に、どの程度スティーブン・キングさんの、この影響があるかは私もよくわかりません。 ただ小説の冒頭でですね、えー、やっぱこのちょっと意味深な始め方「それがまた始まった」という言葉から冒頭第1行が出てるんですけど「それ」っていうのはですねスティーブン・キングさんの「イット」という小説映画をやっぱ連想はさせるんですよね。 ま、あの、遅ればせながらですね、えー、昨晩、この一を映画で見させていただきましたけど、2017年版の映画でしたけれども、まあ、確かに怖いホラーなんですよね。ただ、まあ、単に怖いというより、私の印象は、それに立ち向かう少年たちの、まあ、ああ、協力体制、チーム力ですね。こういったもので、えー、それをこう、やっつけていくという物語でもあってですね。 うん、だから、まあ、青春物語にもなってたというようなものが私の印象です。まあそういうふうなこともあって、大川総裁、今回は実験小説ですと。えー、実験をしてみましたということですね。えー、ただまあ繰り返しになりますけれども、これはまだあ入り口であって、まだあのエンタメ風にして、えー、少年少女たちも楽しめるようにした。これは大川総裁のやっぱお力が強かったと思うんですが、 ただこれがもし面白いと言うんだったらもっと多くの世界をお見せしましょうかという気持ちもあるということでですね。ここがやっぱり意味深なところなんですよね。はい。まあ、そういったことが最初のポイントです。で、その後、この、この小説の中にある不思議なこの世界観の揺らぎをもたらすですね、パラレルワールドとか、あるいは、 あの、マルチバースとかですね。そういった話がかなり分厚く解かれます。これはもうどうぞお楽しみにしていただきたいと思うんですね。それからブラックホールについてとか、あるいは宇宙高校の原理とかですね。いろんな話がかなり詳しく解かれます。で、まあそこで私が得た結論は、だから我々が今当たり前だと思っているこの世界、これ当たり前だと思ってはならないということなんですよね。 全くそうじゃない世界もあり得ると。そこに揺らぎを感じていただきたいという話がですね、まあかなり長く続くので、そういうもうこのお話の白日であります。ただ私の方で一つ紹介したいのはですね、この中でですね、主人公、少年少女たちがたくさん出てくるキャラクターが何をみんなに訴えてるのかというところで、 やっぱり、え、大川総裁はこれはチーム力というものを強調しておきたかったとおっしゃったんですね。なぜかと言いますと、最近大川総裁、自助努力とか、インディペンデント、独立心というものを強調してるけれども、ただそれだけでも足りないものがあるということですね。それがまあチーム力とか、協力とか、友情とかいうものであると。だから、みんなで協力して、 素晴らしいものを作っていくとか、あるいはみんなで協力して未知なるものに対して、えー、勇気を持って対決して解決していくとか、こういうものを学んでいただきたいということであります。で、鏡川隆二シリーズの話もされまして、そこに出てきた自分の母校は、あの、残念ながら個人主義のカルチャーだったと。だから自分が勉強して努力したことのリターンが全部自分に返ってくるような、 こういうカルチャーが強かったと。ただそれでは不十分だということをおっしゃってたんですね。で、これは今の国の科学のこの活動の課題にもつながるんだけれども、このみんながですね、協力し合って新しい課題に果敢にチャレンジして、それを解決していっていく。 それぞれの世界、マルチバースを作ってですね、それぞれの部署で、それぞれの各所でそういったものを作って、自分たちの力、チームワークで、それを発展させていかなければ、この先はないということを強調されていました。で、そうではなくてですね、なんかだ、どこかから解決してくれるのを、ただ、この、棚ぼた式に待ってるだけの精神ではもう全然発展しないということをおっしゃってたんですね。 だからなんかこう、つつかれたら動くけど、つつかれなかったら動かない。なんかつつかれて,てもいないのに動いたら損をするみたいな、そんなマインドではこれから発展しないということですね。本体の方も発展しないし、あるいは学園とか大学の方も発展しないし、政党も発展しないし、国際の方も発展しないという意味のことをおっしゃってましたんで。これ我々に投げかけられた一つの考案であると思うんですよね。 だから、そういう未知なものに対して、単に怖がって逃げるんじゃなくて、それと勇気を持って対決して、みんなの力を合わせて対決して、そしてその問題を解決していけと、まあいうようなことがですね、強調されておりました。で、こういったものを、この日本の国全体でも持たないと、この他国からの侵略が非常に今、もう聞き、聞き 的な状況になっててですね。北朝鮮がどんどんミサイルを撃ってるけれども、いつ何が起きてもおかしくない状態になってるし、それから習近平が第3期目に突入して、彼もこれから自分の手柄が欲しいだろうと。何か実績が欲しいだろうと。それでいろいろと台湾を侵攻したり、いろんなこと動いてくる可能性があってですね。まだ日本の人、日本人はアンケートを取ると、自らの力で自らの国を守るという意識がですね、十何パーセントしかなくて、 79カ国でアンケートを取った最下位だったそうなんですね。それだったら国が侵略されてしまうから、80%以上の人は、もし侵略されて、次の日からもう英語になりますよとか、喋る言葉が、中国語になりますよとか、ロシア語になりますよとか、韓国語になりますよと言われても、ああ、そうですかって普通に受け入れそうな、そんなことであってはならないと。だからみんなのこの団結する力が必要だという、ここ結構強調されておられました。 で、あと、突筆すべきは、祈りの力についてですね。えまだまだあなたたちは、祈りの力というものが分かっていませんということで、ここも結構驚くべき教えが解かれると思ってください。祈りというのは小説の中でもですね、この世的な相手に届くだけじゃなくて、えその霊界にも届くし、それから、この平行宇宙ですねえ、パラレルワールドの方にも届くし、 それから、マルチバースの方にまで祈りは届くというような描写があったんですけど、そこに留まらずにですね、未来にも届くし、過去にも届くという驚くべき話が出てきて、ここにちょっと、鏡川隆二シリーズのですね、最後の遥かなる違法人の中でのお話も出てまいりますから、どうぞ楽しみになさってください。祈りにはまだまだ大きな大きな力が、皆さんが目覚めていない大きな力があるという教えが解かれます。 それから、最後のところがですね、悪巻でありまして、うーんその、主はですね、えー、マルチバースも統治しているという、こういう言葉が、この小説の後の方に出てくるんですね。で、それ一体どういう意味かという質問に対する解説がありまして、ここで、まあ、シャボン玉の例えというもので、 この主がマルチバースをですね、どのように統治しておられるかって話が語られるということが一点。もう一つですね。これは、その、このマルチバースというものは、その、その昔、1000億年の昔からこれはでき始めた。これはもうすでに30数年前から解かれてるわけですね。1000億年の孤独。まあ、気が遠くなるようなお話なんですけど、今回驚いたことに、未来の1500億年の未来、 という話が出てまいりますのでこれは決して聞き逃してはならない内容であります私も聞いてて本当に驚きましたこれが最大のこの揺らぎになったという感想でありますこの1500億年の未来という話が出てまいりますからこれをもってですねこの主のご解説ご法話は全 信者必調、いや、全国民必調の内容になったんではないかというふうに思っております。まあ、ということでですね、えー、この小説揺らぎは実験小説であって、これまでにないどうも指導例もですね、多少関わっておられるやに、まあ、どの程度関わってるかというのはまだ未知数ですけれども、えー、参考ということで関わっておられる可能性がある。 ということを感じましたし、さらにその多くなる世界があってですね、その多くなる世界を今回のご解説で少しだけ、少しだけ見せられた。ただまだおそらく入り口にしか過ぎずに、まだまだ多くなる世界があってですね、あなたたちがもし心柔軟にしてついてこれるんであれば、もっと多くの世界をお見せする用意もありますよというメッセージに私には感じました。 さあ、あなたはこの小説をどのように受け止められるでしょうかどうぞ直接このご解説を聞かれることを心よりお勧めして本日の紹介とさせていただきます。ありがとうございました。